はい、こんにちは。ピースの渡辺です。今日はですね、これ今ねリフトアップしてるんですけども、車の点検業務やってます。とりあえずこっちのこれサニーです。サニー、昨日ローガの方にねちょっと収めてはいたんですけども、マニュアルの平成14年式のサニーです。珍しいですね、マニュアル車。今点検やってもらってます。今リフト上げてたからさ、ちょっと車前にいますね。はい、もうね点検の方は終わってまして、もうだいたい車前の錆止め塗装もやってあります。マフラーが若干この辺ねちょっと漏れる感じが見えたんで、このパテ埋めだけで終わらせてます。若干ね少しちょっとここのところも錆が出てたんだね。パテ埋めしてあります。窓下回り錆止め塗装でがっつりと塗られてます。はい、これといって特に問題はなさそうです。あ、これね後ろのこのタイヤハウスのとこ水がね漏れてたんです、トランクルームの。ほんで修復リリードがとりあえず骨格部分、これフレームですけども、特に目立つダメージは出てないんで、ね、歪みとかは出てません。で、まあ一応昨日私の方で見てて、ボディパネルのところの溶接箇所はこの辺にはちょっとあったんですけども、そこのところと劣化化してて、ボディパネルの溶接劣化化原因でこのトランクそこに水が少し流れちゃってたのかなって感じがしました。で一応パネルのところのシーリングして、今のところは水流れてませんでした。まあ古い車なんでね、なんともどうしても痛みダメージございます。でもこんな感じで綺麗です。ここもちょっと不足してるんだな。そうな、でも排気漏れはないね。うん、こんな感じです。マニュアル車、ブーツ類も特にこれといって傷んでませんでした。ベルト類も大丈夫。ほんでとりあえず点検かけて、プラグ5万8000キロでやったんですけども、まあ、プラグの方が、まあ、もうそろそろ交換した方がいいかなって感じのプラグが減ってたんで、プラグは交換いたしました。はい、こんなとこかな。とりあえずこれやったのはベルト類も大丈夫だし、まあ、マフラーがちょっとパテ埋めした、このぐらいかな。マフラーのパテ埋めして、あとはプラグの交換いたしました。こんなとこです。まあ年式は古いんだけど、まあ距離が距離だったのと、まあ、多分前の前オーナーさんとか多分メンテナンスをかけながら乗られてた車だろうなって感じがします。はい、まあ年式なりの痛みだね。マフラーの方、排気のにじみが出てたんで、ここのところパテ埋めで止めてあります。こんなところでございます。とりあえず日産サニーはこれで大体仕上がるのでね。はい、ほんであとこちら、あそうだ、エンジンオイルの交換もやってます。今ね、シェカちゃんこっちの、みんなここをやってくれるからね。はい。こいつも特に大丈夫そう？こっち？うん。ああ、大丈夫。全然問題ない。問題ない。みんなここは、これも、まあ今ね、とりあえずエンジンオイルの交換やってもらってところですね。物類とかも痛みもなさそうで、はい、サクッと終わりそうですね。サクッと終わりそうです。はい。プラグだけかな、ここはと。あ、とりあえずこれ11万キロとか12万キロぐらいだったね。12万キロいやね、プラグがそろそろ交換時期、交換時期、あの20万入ってたんだけど、ああじゃあやった方がいいね。怪しかったから、ね、怪しい交換イリジウム、怪しい、イリジウムってね、なんか怪しいんだよね。分かんないかな、ヒントが合うかな。あった、山はこんなに減ってる感じじゃないんだけど、うん、なんかね怪しいんだよね。怪しい、怪しいんですね。まあ一応このミラココア、こいつも何段じゃ、エンジンオイルドフレーズプラグ交換、プラグぐらいだね、ぐらいで大体な感じ。ベルト類も大丈夫そう、了解いたしました。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ引き続きまたお願いいたします。はい、いいねミラココア、かわいいよね。
こいつも多分下回りちょっと見てみる、まあ、今から下回りの錆止め塗っていきます。いいんじゃない、まあ、肉の車で、まあ、年式もこんなにうんと古いわけじゃないからね、特に目立つような錆も出れないね。よし、いい感じいい感じ、まあ、こんな感じでね、今日もシェガちゃん点検業務やってくれております。いいだ、ここはこの3人はね、予備車検を通してあと店頭の方に、出していく予定ですんでね。まあ一応何回も言うけど、後ろのトランクルームの雨漏れが、出ちゃってたってところね、検査確認してもらえればなと思います。ぜひぜひね、ご検討ください。はい、それとこちらですね、これミニクーパー、これ本日納車です。ミニクーパーピースで珍しい輸入車ですね。普通車自体も珍しいんだけど、輸入車はなおさら珍しいね。ピースでこういうの取り扱うの、こちらのミニクーパーね、ありがたいことにご制約頂戴いたしました。ありがとうございます。今日ね、今からね、ナンバーの方登録かけながら、その足で納車の方に向かいます。ミニクーパー、これね、まだ6万キロぐらいの走行距離のミニクーパーで、物はいいね、綺麗な車でした。乗った感じも非常に調子良かったんで、まあおすすめな、ミニクーパーでした。ね、ご制約ありがとうございます。今日ね、今から持っていきます。おいいね、けんちゃん。ピースじゃないの、今こっち見たけど。いいね。ピース。T シャツだ。後ろ見てみ。おいいね、ピースチャンネル。よろしくお願いします。はい。じゃあ、ケンちゃん、ミニクーパーの納車の方お願いします。はい、今、じゃあ、事務所で書類に、ね、渡すから、お願いね。はい。はい。外、雨降っております。今、事務所の中から撮っているんですけども、雨降ってるんで、ちょっと事務所の中を映そうかな。ピースの商談ルーム。まあ、プレハブだけど、単なるね。ね、商談スペース。テーブル2箇所準備してあります。今ね、コロナ対策にこのビニールカーテンなんかもね、貼らしてもらってます。あとタイヤ、まあ昨日動画の動画でも撮ってたんだけど、事務所の方にもスタッドレスの新品ホイール、新品タイヤセット、まあ在庫限りの3万3000円なんていうね、置いてあります。あとはなんだ、あと私の好きな魚、ウッピーと金魚と飼っています。魚好きなんだ俺。これいいよね、かわいいね、ウッピーね。これちょっと赤ちゃん脱いでるの。まあ一応こんな感じのね、ピースの事務所、ぜひね、お車気になる方いらっしゃいましたらね、ご相談いただければと思います。もう今日から10月だね。10月1日だ、今日金曜日、明日土曜日、日曜日、週末お客様にね、少しでもご来店いただけるように、車の方もね、しっかりと仕上げて展示場に並べてあります。20万30万円の軽自動車、一番得意でございます。今のね、冬場スタッドレスの時期ですんで、タイヤなんかも今のところたくさん在庫ありますんで、ぜひぜひね、お探しの方いらっしゃいましたら、低価格車専門店ピース、よろしくお願いいたします。